なになになに急に。早く早く。ああ、ちょ。遅いよ。はいはいはい。ちょ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 。なにこれ。なに。またドッキリでもするつもり？大将って書いてあるけど。違うって、これ本当にすごいんだから見てていくよ。はい。せーの。なんすんの？ちょんちょんちょん。うわ。うわ。ちょちょちょ。なんかでかくなってるよ。やばい、外に出よう一回。顔埋まったよ今一瞬。よいしょよいしょ。え？じゃじゃーん。すごっ。ケナ太郎お前、マイクラやりすぎてそんなハイテクなこともできるようになったの？そう、これね、俺が作った新作装置で、レバーを倒すと救命がするんだぜー。あ、本当？そういうこと？そう、で、うん、隣の、ちょっと待って、一回元に戻るか。よいしょ、はいはいはい、よいしょ、これはまあ、上に上げるよ。レバーを元に戻せば、こうやって体も。おお、戻った。おお、すげえ。危ない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 。でね、この隣のこれ、うん、逆にね、押すと体が小さくなるやつなんだけど。確かに小って書いてあるしね。うん、でもなんかちょっとずつしか小さくならなくてね、つまんないんだよねそれ。へえー、でもすごいね、だんだんマイクラ詳しくなってんじゃん、ケナ太郎。でしょ。感動してきた。もっとモッドとかコマンドとかそういうのに詳しくなって、いつかもうボタン押したらお兄ちゃんのもう両腕両足がパーンってちぎれて、その両腕両足がピューンって宇宙に行って、火星人の頭をドリャーンって切れない。頑張るからね。よし、じゃあもっとかっこいい装置作ろうっと、いくぞー。あ、行っちゃった。だんだん小さくなる装置か。なんかこれ使って面白いドッキリできそうだな。はい、どうも、ケナ太郎です。ってことで、今、後ろ見てもらったらわかると思うんですけど、ケナ太郎が作ったね、少しずつ小さくなる装置、盗んできました。今回はね、これを使ってケナ太郎にね、とあるドッキリを仕掛けていきたいと思います。ということで、本日の逆。日に日に小さくなっていたら、ケナ太郎はいつ気づくのかーい。よいしょー。はい。ってことでね、この小さくなる装置をね、毎日1回ずつ押して、日に日に小さくなっていたらね、ケナ太郎はね、何日目で気づくのか、やっていきたいと思います。で、ただね、小さくなっても面白くないんで、気づいてくれなかった場合ね、1日1回ずつ、なんか、お仕置きみたいなドッキリしていきます。ケナ太郎鈍感だから、もしかしたら最後もう、全然気づかれなくて、超小人になってるかもしれないので、皆さん、チャンネル登録、高評価して、最後まで見てってください。ってことで、ドッキリ、やっていきます。はい、ということで1日目なんで、これレバー下げたらそのレバー下げた分だけ小さくなるって言ってたから、どうしよう、どれぐらい下げよう。最初だからほんちょこっとでいいんだよ。よし、はい、皆さん今動いたの分かりましたか？あ、なんかちっちゃ、あれ、なんかちっちゃ、お、待ってちっちゃくなった、ちっちゃくなった、すげー。じゃあこれ、え、待って、これバレるんじゃないかな。ちょっとバレないようにもしていこう。よし、ケナ太郎の家行ってきまーす。よしよしよし、ケナ太郎の家着いた。あ、いた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 。上海ガニ、上海ガニ、上海ガニ、カニ食べたい、上海ガニ、なんで上海ガニなんだ。ガニ、カニ食べたい。ズワイガニだろ、普通カニだって言ったら。上海ガニガニ。ケナ太郎、おはよう。お前はガニが、どうしたの？何してるん、ケナ太郎。釣りしてるんだけどさ、うん、僕全然釣れないの。お兄ちゃんもやる？何釣ろうとしてるん？上海ガニ。上海ガニなんだ。なんか、なんか YouTube 見てたら、うん、最近超美味しい上海ガニが、うん、釣り堀でも釣れるようになったよっていうニュースを見たから、これもここで釣れるかなと思って。あ、挑戦してるんだ。上海ガニ、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 ガニガニ。え、何してきたの、お兄ちゃん今日は。いや、特にケナ太郎に会いに来ただけ。何してるかなって。俺のこと大好きだ。釣れねえや。なんでや。帰ろ。おい、なんでだよ。なに。帰るな。なんで、なんで。釣りしよう。なんかしよう、遊ぼうぜ、どうせなら。だって釣れないから面白いんないもん。いや、じゃあ釣りじゃなくてもいいよ、なんかしようよ。何したい？特に俺することないけど。じゃあ、そうだな、タイマン。タイマン？殴り合い。タイマン、殴り合いするの別いいけど。なんかお兄ちゃん今日、オーラがないから勝てそうな気がするわ。オーラがない？うん、俺の方がムキムキに見える今日は。あ、そう。行くぜー。あ、始まんの？あ、うわー、スタート。よし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 。おい、来いよ。おい、来いよ、ケナ太郎。はい、上がってこい。よいしょ、よいしょ。はい、上がってこいよ。ほら。
ほら。ごめんなさい、参りました、参りました。早っ、早っ。もう、あの、もうお兄さんの勝ちでいいです。あ、そうなの？はい。もう、参りました。じゃあ、もう今日帰るね、ケンタロウ。え、なんもしないの？いや、だって、ただ会いに来ただけだもん。すまんな。なんか面白いもん持ってこいよな。はい、これもゴミあげるから、ゴミ。いらねえ、いらねえ、いらねえ。ケンタロウ、じゃあ次釣りでもしてよっと。うん、ケンタロウ、あのなんか言うことあるなら言って。上海ガニゲットしたら俺にも分けてね、少し。上海ガニ、そこ釣れないだろ、なんかいるけど。なんだこいつ。こいつ捕まえてみよう。よし、捕まえた、捕まえた、捕まえた。おお、なんかその魚でかいな、これ。よいしょ。その魚いつも見るよりでかいな。ちっちゃいな、あれ。なんだこれ。なんかお兄ちゃんが持ったらでっかく見えたんだけど、この魚が。気のせいじゃない。ちょっとじゃあ俺、こいつ海に流してくれ。あ、優しい、優しい。はーい。ガニガニガニ。危ねえ、皆さん。今ちょっと魚持った時なんかバレそうになったけど、ケナトロ気づきませんでした。ってことで、今日気づかれなかったんで、ケナトロにね、お仕置きとして、どうしようかな。ここ、今小さくなる装置ないんですけど、ここにあの、押したらね、死ぬボタン作ろうと思います。簡単です。ここにこうやって同じのコピーして、さっき何色だったっけな。黄色だけど赤色にしとくか。赤色で石のボタンで、ここにコマンドでね、ここを押したらケナ太郎がね死ぬような設定にしときました。あとはこれで望遠鏡を持って、よし、去ろう。ここを放流してきたぜ。よいしょ。あ、やっぱケナ太郎いた。海だからいらねえや。あ、てかそういやケナ太郎、何、昨日大きくなるやつさ見せてもらったけど、今日は小さくなる方見せてよ。小さくなる方でもあれなんだよ、全然うまくいかないんだよ。なんかちょっとずつしか小さくならなくてさ。そう、ちょっとやってみてよ。うん、あれ、うん、こんなボタンだったっけ。昨日こんなボタンだったよ。あれ、これだったっけ。水色と赤だった気がするけど、うん、今この大きさなの覚えておいてよ。はいはいはい。本当にちょっとしか変わんないんだよ。いくよ。いいよ。せーの、プチ。死んじゃった、死んじゃった。あ、来た来た来た。あれ、なんかおかしいね、ケナ太郎。ちっちゃくなってないよ、体今見たけど。壊れてるかもしれない。もう一回やってみていい。壊れてんのそれ。もう一回やってみて。わかんない、ちっちゃくなれ。いいかな、これで。あ、なんでだ。全然ケナ太郎気づかなかったのでね、あの2日目はもっと大胆に小さくなろうと思います。はい、ということで皆さん、2日目になりました。いやー、昨日気づかれなかったんで、もっとねこの姿からちっちゃくしていきます。で、今回もね、もう気づかなかったらお仕置きとしてね、ケナ太郎にちょっと今僕が持ってるエンダーマイトというね、見てもらおうか。クリエにして、あ、見てください、これかわいい、かわいい、なんか芋虫みたいなの出てくるんですけど、こいつをね大量放出して、おーおーおー、回りすぎ回り回りすぎ。ケナ太郎を襲ってもらおうと思います、こいつらに。まあ僕たちね、小さいものの気持ちがわからないやつはね、このちっちゃいもの同盟を組んでるね、エンダーマイトくんに倒してもらいましょう。よし、とりあえず今日も2回ぐらい下げるか、これ1、2。やべ、めっちゃ下げちゃったかも。おおおお、なんかちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる。あれ変わった。あ、待って、いや、ちっちゃくなってる。おお、どこまでちっちゃくなるんだ。これはさすがにバレるんじゃないかな。とりあえず行ってみるか、ケナ太郎の家。これはさすがにバレるでしょ。なんか足も遅くなってる気がする。サバイバルに戻しとかないと。よし、オッケー。よーし。待って、これ、待って。やっぱ1マス。1マスジャンプで越えなくなった。どうしよう。ちょ、クリエイティブにして、ごまかすか。よし。あ、いたいたいた、ケナ太郎。よいしょ。よいしょ。ケナ太郎。あ、どうしたの？おはよう。昨日は災難だったね。何が？あの装置ね、なんか壊れてたみたいで。あれどうなった？あの後。なんか調査したんだけど、ちょっと来てよ。はいはいはい。何？なんかね、よくわかんないけど、これがね、設置してた装置と別物になってたんだよね。え？どういうこと？だから、なんか何が原因かわかんないんだけど、うん、俺が置いてたものと別のものになってたんだよ、中の数値が。ほう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 。だからね、なんか誰かが勝手にいじったのかなと思ったり、でもいじる人いないから。確かに。まあ、なんだろう、よくわかんないなと思いながら。でもなんか俺、新しい研究所を作りたいの。うんうんうん。この、ちっちゃくなる装置、大きくなる装置をもっと良くするために、ラボラトリーが欲しくて。研究所作んの。あ、じゃあ
じゃああれじゃない、けどサバイバーで行こうよ。素材集めに行こうよ。だから今こうやって素材を集めながらやってんの。いいねいいね。あれどこ行ったの、人いた。っていうかなんでケンアタロウそんなサイズ大きくしたり小さくしたりしたいの。え、なんか大きくなるってかっこいいじゃん。うん、まあ確かにかっこいいかもしれない。ちっちゃくなるのは、ちっちゃい人とかを見てあのバカにしたいからさ。おお、それダメだな。それはやっちゃダメだよ。お兄ちゃんも、どこ行ったの、兄ちゃん。ここ、後ろ後ろ。お兄ちゃんも俺の実験が成功したらちっちゃくしてやるからな。今はその体だけど、ちっちゃくなったら俺が大きくしてやるからな。いやもう俺ちっちゃいんだけど、あいつ全然気づいてないじゃん。もう全然気づいてないじゃん。皆さん、ケアト全然気づいてくれないんで、このエンダーマイト君大量放出していきたいと思います。あいつなんで気づかないのこれ。よし、ケアトラの周りにこれを後ろにいっぱい出してやる。火をいっぱい取って、キキキエンダーマイト、キキキキキキキエンダーマイト。わー、なんだなんだ、こいつ、わわわ、上から、上から見よう。ケアト大丈夫？お兄ちゃん、助けて、やば、お兄ちゃん、ちょ、来るな、来るな、来るな、こっち。ちっちゃい化け物が来てるんだよ。ケア太郎がバカにするからじゃない、ちっちゃい人らを。え、いや、俺がちっちゃいのじゃ。キキ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 、え、ケア太郎、エンダーマイトに食べられてるじゃん。俺も、おい、みんな聞いてくれよ。俺も学校じゃ、前から2番目。身長順で。あー、ケンタ、あはは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 。はい、皆さん、ちっちゃい同盟のね、エンダーマイトくんが僕たちのね、仇を取ってくれました。いや、気づかれませんね。ってことで、ちょ、3日目はもっとこれよりもっと小さくしていこうと思います。はい、ということで皆さん3日目です。もうずっとこのちっちゃい格好だったんでクソ不便でした。まあ今回もっと小さくするんですけどね。じゃあやっていきますか。3日目なんでもう大胆にめっちゃ下げます。よいしょ、ほらほらほら、はい、これぐらいでどうだ。おおおお、ちょ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 、え、めっちゃちっちゃくなってる。え、どれぐらいだ今これ。ベッドと同じぐらいじゃん。もうちょい、いや、さすがにもうちょいじゃバレるか。てかこの格好でもバレないのおかしいからね、普通に考えて。今回もしこれでも気づかなかったら、もうあれですね、ケア太郎の家爆破しようと思います。さすがに気づくでしょ。逆に気づいてるけど言わないだけ。今日わかんないけど、とりあえずちょっとケア太郎に会っていきましょう。ちょ待って、足遅いよこれ、めっちゃ足遅いよこれ。たどり着くかな、ケア太郎んち。大丈夫、これ落下死とかしないよね、この階段で。ほほほほほほ、これどうやって登るんだよ。しょうがない、このクリエイティブで行くしかない。皆さん着きました、ケア太郎んちに。ケア太郎、おはよう。おはよう、おはよう。足遅えな、これ俺。どこ？下、下、下、下。ん？あ、いたいたいた、後ろ後ろ。おはよう。何が遅いの？いや、ちょっと足遅くてさ。ちょ、危ない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 。なんか、ん？何？何？気のせいか。もう一個。気のせいか。いや、どうしたの？今日は。いやいや、特に今日もなんかしようって。何する？なんか、雑談でもする？ケア太郎。ん？いや、なんでもない。なんか気づかない。気づく？なんか、いや、入ってきたときに、うん、若干、なんかお兄ちゃんが細くなったかなと思ったけど。あー、まあ確かに。なんか、まあ別に、そんな変わんないから普通かな。まあ、ちょっと痩せたかもな。痩せ、あ、そういうこと？ダイエットしたの？ちょっと、うん。クエタ、ここちょっと登れないから持ってってよ。運んでよ。も、何登れないって。無理だって。なんで登れないの？ジャンプ力が。ちっちゃ、ほら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 、よし。おい、いけるやん。よかったよかった。何しよっかな、今日は。てか、上海ガニ取れた？いや、取れなかったんだよ。なんか、てか、なんか何も釣れない、まずここ。何も釣れないのかい。何してんの、なんか、え、なんか変だよ、今日。変じゃない、変じゃない。何が変なのかわかんない。普通だよな。わかんないのかい。普通、わかんないな。まあいいや、ちょっと特に何もすることないな、ケンタロウ。上海ガニ取ってきてよ。てかさ、このさ、ちっちゃくなる装置あるじゃん。うん。これさ、お兄ちゃんがさ、いじったりしてない？いや、してないな。だんだんよく考えたらお兄ちゃんなんじゃないかなと思い始めてきて。なんでなんで？いや、なんかめっちゃ怪しかったの、なんか。
お兄ちゃんが使いそうな感じのボタンとかやつだったからさ、勝手にいじったんじゃないかなってちょっと疑ってたんで。いやいじってないよ。まあ別に今変なとこもないしね。おう、じゃあシャンハガレ取ってくる俺。いってらっしゃい。はい、ということで皆さんケンアタルに会ったんですけど、これで分かんないのやばすぎでしょ。気づいてんのかな、言ってないだけなの。この装置を取ったのも俺って疑われかけてるんで、ここにあのね、さっきと似たような装置を作って、はい、できました。でこの裏に今回僕が用意した激ヤバ TNT、 よいしょ、これを置いていきます。よし、そしたらあとはね、ケンタロウに装置元に戻ったよって言ってこれ押してもらおうと思います。そしたらね、この家が大爆発します。僕はねクリエイティブにしてすぐ逃げるんで、皆さん最後見といてください。あ、ケンタロウ帰り、ちょ見て、何なんか装置戻ってたよ、ショーの方。え、ほんとだ。お兄ちゃんなんかしてある、絶対してないって。急に戻るんだよ。もう知らないよ、俺も気づいたの、戻ってたんだから。でも確かにボタンじゃなくてちゃんとレバーになってる。ちょっと押してみてよ。いきます、せーの、ポチッ。あれ、小さくならない。もっと下げた方がいいんじゃない。マックスまで下げてばいいのか。うん、いいよ。おれ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 、ポチッ。いけ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 。え、お兄ちゃん、おい、バイバーイ、ポー。すごい、すごい。なんだ、たまにだけなんだろ。なんだよこれ、やべえ。おい、なんだよ、なんかしてろ。何もしてないって。なんかしてろ。おい、なんで急にお兄ちゃんに言われて爆発させたやつが大爆発するんだよ。あれ、てか、ん、え、ちょっとね、え、あれ、なんかちっちゃ、え、なんだこいつ、あ、ふみだふみだふみだ、なにこれ、え、なんかちっちゃいやん。まあ、バレたらしょうがない。ケンアタロウにバレずに小さくなるドッキリやってました。え、いつから？え、3日前ぐらいから徐々に小さくなって、気づかなかったらお仕置きをするっていう。気づかなかったんだけど俺。お兄ちゃんの変化ぐらいわからないと。お仕置きってまさかこの家をぶっ壊すのがお仕置き。あ、これも一応。おい、何許さない。なんでそんなドッキリのために俺の家こんな破壊してくれたんだよ。いいよ、いい、仕方ねえ、もう俺やってやろう。よし、カッチー。ないないない、本気出します。ないない、せっかくなる装置残ってるから。はい、いいんだな。もうお兄ちゃん、僕ここにしまーす。でかくなる。あー、どう、やばい、待って、強そう強そう強そう。じゃ、お兄ちゃん待って、何そのでかいの。今だよ、ちょ、無理無理無理、逃げろ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 。お兄ちゃん、やばい、ボギャー。嘘だろ、待って、足が遅すぎて、ボギャー。俺の家が、やばい、逃げないと俺も殺されちゃう。家をどけー。やばい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 、逃げないと。謝るなら今だぞ。え、ごめんなさい、許して。もうしない、もうしない。ああ、じゃあ許してあげるよ。逃げろー、絶対撃つじゃん、お前言うと思ったけど遅いなー。かけろかけろ、ちっちゃいとこにかけろ。かわいいねー。最後に言い残すことはない。撃ったら許さんぞ。こっちやせー。嘘だろー。てことで皆さん、牛乳たくさん飲んで拜拜。